じゃあ行くか。行くか。もう何とか言わんくてもお互いが行きたいとこが一緒やから意思疎通してんねん。ガッチしてるからもうこんだけ付き合ったら俺の基本ちょっと待ってペアルックペアルックで行こかはディズニーなんだよユニバカユニバカディズニーやねん。じゃあ今からどこ行くよペアルックやな。せーの一覧やっぱりペアルックといえばな。え、カチューシャとかある一覧チャーシューのチャーシューと麺のキクラゲとか。キクラゲとかの、あ、人気キャラクターやもんね、キクラゲ。え、なんでだ、投げ予想が大きいの知ってんの。知らんし、チッチッチやってせえへんねん。じゃあちょっと行こうか。はい、ちょっともう、今12時前ね、うん、もう11時半かも。久しぶりにちょっとラーメン食いたいなと思って、はい、2人で。そう、まあ、俺ら、まあ、あの一蘭よく行ってたから、うん、まあ、一蘭ちょっと行こうかっていうことで、はい、深夜ラーメン行ってきます。行ってきます。到着しました、一蘭。来た。え、てかさ、見て、24時間年中無休やで。神やん。時代に合ってない。めっちゃ下手して。ちょ、もう難しい。ちょ、集まってきた。ちょ、一人でも難しくて。いや、これちょっと、入る前に書きます。古いからな、ここで書くの初めて。これは、基本、基本。じゃ、みんながさ、何書きますか、全然わかる。ちょっと待ってな。持ってが普通かな。ニンニクマジ入れた方がいい。いや、一辺入れた方がいい。めっちゃうまいで、ニンニク入れた。一辺って1個ってこと。そう。うわぁ、次ね。一回行ってみ。てかさ、明日さ、コウ君さ、やってみるんでさ、試合やるんじゃん。うん。声出し禁止。2分の1です。ああ。ネギはなし。チャーシューはあり。2分の1、片面。はい。はい。入れました。やばい、楽しみすぎる。20分ぐらい待ったよね。金曜日の渋谷の夜やからさ、外国の人とかめっちゃ多いし、みんなさ、替え玉してるんじゃん。替え玉してるん、絶対してる。流れみんな多分何玉いけるかチャレンジしてる。YouTuber ってさ、結構替え玉チャレンジで 4とかいくやん。マジで無理やね、一覧で。アメリカしてみたいね。めっちゃ割といける気がする。なぐみ、俺より今日も昼ご飯さ、一緒に定食屋みたいなとこ行って、でご飯おかわり自由やったから、まあ、俺最初2杯目行って、でもお腹いっぱいになって、名古屋を2杯目行ってて、でも俺ちょっと無理やってなったら、俺食べたれで、2杯食べた後に、2.5 杯ぐらい食べてたよ。マジ。最近食欲エグいね。全然お料理食うな。え、だもうカフェとか行かんもんな、2人で。おしゃれなとこじゃない。ガッツリ飯食いたい。一番嫌いな言葉アフターヌーンティーやったっけ。一番嫌いなの確かアフターヌーンティーって言葉。肉汁っていう言葉。肉汁が好きや。やばい、そのさ、もうみんなの匂いとかさ、みんなのそのさ、ズルズルって音とかさ、わかりうまそう。はい、ありがとうございます。うわ、来てるやん。私もお待たせいたしました。はい、ありがとうございます。ここさ、ここ開くねんけどさ、大体みんな知ってるって。店員さんおじぎ低すぎてさ、顔、あ、目合いそうやって。来たやん。やばい、これは。やば。めちゃくちゃうまそう。ちょ、ちょ、ちょ、サムネサムネ。YouTuber やねんから。写真撮る。さっきな、この状態で。いただきます。えぐい。どう？うまっ。うまっ。そりゃうまい。うわ、久しぶりの豚骨バリうまい。一蘭ってさ、全国どこでも同じ味やからさ、いいよね。久々じゃない、ラーメン食べるのめっちゃ。めっちゃ久々じゃない。二人でラーメン行くのとか全然なかったよ。うん、確かに。このちょっと細くて、この固めな感じが好き。うまい。最悪、髪の毛のゴム忘れた。うん、本気で出すとき、髪の毛のゴム絶対いいのに、ラーメンは。うなじが見える瞬間だ。一蘭で、それがええ。うん、っていうかさ、この前さ、芸人の江原さんとさ、おばたのお兄さんと吉井さんっていう方と、あとひょっこりはんさん、うん、ひょっこりはんさんって初めて言うたけど、ご飯行ってやん。うん、マジめっちゃえぐいね。吉本入ってこない。俺吉本なんか、俺なんかもう東京来ていろんな人脈増えすぎて、みんなからも幅広すぎるって言われるやん。変わってんねん。そうで、やっぱりさ、芸人の人ってさ、ご飯の時もさ、ボケツッコミとかしてて、うん、もうめちゃくちゃ面白くてさ、なんかもう普段の飲み会と違う、そう、普段の飲み会とも違いすぎて、すごかった。
じゃあこうやって一蘭食べるときもそうボケんねずっとボケつくそうで頼むやつとかもボケたりとか、はい、え何エリスやんとかみんながめっちゃさもうラリー続けてなんか途中で爪痕残せんかったサンマ御殿の収録みたいになってきて俺全然赤いみたいなただのご飯会やのに俺全然赤いみたいな一蘭とかでさ店員さんと手しか見えへんけどさその中でもボケるボケる顔見えんけどその場でもう回してボケて突っ込んでみたいなそれはなんか合コンとか行ったらモテるやろなみたいな楽しいやろなって確かにそうやっぱこうやって回してくれる人がモテたりするそうそうそう定期的なお互い食べるタイミング一緒そう麺伸びるから入り口にさ待ってる時にさあの芸能人の方のさサインめっちゃあってサインというかあの選んでるやつやとサインがあってあ、うん、でその芸能人の方が選んでるあのだから片目とか選んでるやつやったんやけど、うん、やっぱさみんなさ次の日仕事とか会うからニンニクなしの人めっちゃ多かって俺明日朝から仕事やるのニンニク一辺一辺ってなかなか聞かんのよ舐めてるうんおったねあの石井さん石井さんあの誰全然知らんやん違うどこの石井さん来たんラサール石井さん違う図が入る人グループ名え芸人芸人さんなんかなごみってこうなったらもう絶対思い出されへんねん図入るって石井明さん石井めっちゃベテランの方やでこれアテナやばいでドリフターズあ、サマーズサマーズちょっと石井さんおらんえサマーズ石井さんおらんえ、いるって三村さんと大竹さんのえ、誰もう違う人やんちょっと待って、おらんちょっと待って、えぐいおらんからどの石井さんやろだけどどの石井さんがニンニク一品多分その石井さんは明日仕事ないわてかなんかまだ未成年の時とかさなんか親父とか居酒屋行ってさもう俺お酒飲まへんや、うん、でなんかみんな居酒屋終わったら締めラーメン行こうみたいな、うん、言うやんそれなんでなんみたいな、うん、俺お酒飲んでないから居酒屋行ったらもうご飯食べるんがさ目的やからさお腹いっぱいまで食べんのよだからなんでお腹いっぱいの上にラーメンまた行くみたいなめっちゃみんな大人って大食いやんみたいな大人ってこんな大食いになるんやと思ったらさいざ自分がお酒飲む立場だったらさ分かるんよねラーメン行きたい気持ちなんか基本やっぱりお酒いっぱい飲むからお腹そんな満たされてないよでお酒飲んだアルコール飲んだ時ってなんか糖とか塩分欲しがるらしくてでめちゃくちゃうまいねラーメンがヤグも普通に友達とご飯会行った時に、うん、やっぱ女友達の子らってやっぱ結構小食な子多いからヤグめっちゃ食べる方やんか、うん、だから足りへんくて行きたくなる普通にな普通の女の子だったら足りるやけど、うん、足りへんもんのアフターヌーンティーの後に締めラーメンえもしかしてヤグミ行けるやろ階段も、うん、だから半分ずつするあそういうことそうだからヤグミ一人で行きたい階段もまあ、一旦とりあえずタイヤ食べてから考えるわ。替え玉お願いします。はい、ありがとうございます。はい。あ、見えんかった顔。顔見えんかった。え、もう喋った。あかん。集中したらすぐ行く。あかん。全然足りひん。足りひん。あ、もう。半替え玉じゃ足りひん。はいもう一個いっちゃう。え、半回かもでした。じゃあ俺は普通の回だな。だからそれを半分通過だと思ったけど、一人で一個いける。いっちゃうやん。替え玉行きます。俺はちょっと芋ったのに。替え玉の。いや女の子は半回玉やから。ねねね。無理だ。フルフル。追加チャーシューもしようかな。ご飯も食べたいな。エグいって。なごみラーメン米いくからな。関西人特有の炭水化物で米いっちゃうやつ。彼女がさ、彼氏に食べとったらいいやん。いえよ、一緒に粉もいてお好み焼きとご飯一緒に行くやついえやろ、彼女。いえやろ。いえやろ。いっぱい食べる君が好きって言うてんねん。あ、よかった。次、替え玉できそうな小銭もあるわ。駄菓子屋の子供やん。財布から小銭。替え玉来ました。来たやん。すごいな。朝かけすぎじゃない？やばい、辛いから、辛くしてるから。あ、そういうこと。え、そうなの？
フ着てるよ。ラーメン食うときは汗出しながら着てる。うわ、汁足りー汁足りー。え、なんでなん、めっちゃ飲んだ。飲んでもうた。うそやん。うわ、こういうの、こういうの求めてんね、みんな。うまっ。ご飯系の YouTube とかはみんな私だけ、ね、このそう価格を求めてんの。で、さらにこれで胸元が結構ボリューミーやったらなおよし。おるけどね、胸元おっぱい強調してる女の子ご飯系で。で、なおよし。そう、いいでしょ。歯と食べ方。首、歯とすぎる。ごめんなさい。だって危ない。ありがとうございます。では失礼いたします。結婚してないんじゃない。来ました。めっちゃ硬いやつ。割り方そう。じゃあちょっと食べていこうか、はい、で、どうする。次え、いかんのよ、もう嘘2杯で限界。え、いけんか。え、いける。え、なぐよ、まださ、お腹いっぱいっていう気持ちがない。いや、俺もお腹いっぱい。まあ、ってこれやね、みんな。なごみちゃんってもう食べてないとか、あの喉通ってないって言うけど爆食やった。まだ1本あった。いやいや嬉しいけどな。1本あるとき。え、もう1本いけないって言ったよ。でもいかんねやろ。俺はそういう嫌やねん。もう罪悪感がさより増えるやん。パワハラみたいなやめて。食べハラ2杯で限界よ。マジ。あと1杯いけって言われたらいける。全然いける。マジ。てか普通になんていうの、食べ美味しい気持ちでいける。その義務じゃなくて、うん、頑張る感じじゃなくて。まあでも、行ったら普通に行くとこ見たいよね。3回3杯目行くとこ見たい。なんか食べた気せえへん。うそやろ。え、なんか食べた気せえへん。あのさ、今あれやったで、町田屋。町田屋商店行くで。家系行くな。え、豚骨の後に。いや、ほんまに食べた気せえ。全然腹減って。なんかさ、麺ってさ、食べた気せえへんね、わかる。よう言うけど、もう腹いっぱいやねん。なんか、麺って無限ねん。無限ねん言うてる。じゃあ無限やね。無限麺。無限やねん、ほんまに。炭水米とかがないと、ちょっと飯って感じせえへんだろ。そう。だから、麺は飲み物、アフターヌーンティーをぶっ壊すやってくる。ちょっと、アフターヌーンティーにとらわれたんだ。選挙だよ。俺も普通にお腹いっぱい食べた感じやばい。え、今日食べた感じリアルにさ何杯いけると思った。え、じゃあ今日でもマックスってこと。うん、でも3はもうかなりきつい。でも、もう1点集中入りながらの3やな俺は。え、ガチ。のごみやったら多分4いく。4いけるなと思った今日の感じ。4か5。5どうやろな。めっちゃ腹いっていけんじゃん。行ってほしいやけど。だから夜ご飯とかも食べんとちゃんと挑戦したいよ。てかさ、焼肉とかでもやけどさ、マジで俺より食うよな。え、だからほんまに女の子とご飯行けへん。量少ないからやろ。そう、足りてる。この前も言われてんけど、なんかみんなでご飯行った時にさ、最後締め、なんか居酒屋の締めとかでみんなこうお茶漬けとかそういうの考えとったらしいんだけど、一品のとこからまたなんかペペタマビタマなんとかみたいな。ガッツリの炭水化物な。めっちゃみんなびっくりしてたらしい。今ちょっとコンビニ行ってきてんけど、え、デザートにした。え、2つって何。どっちも食べた。おかしい、1個やで。小学校の時習ったやろ、おやつは1個まで。ひどくてあげるから。いらんのよ、別に。お腹いっぱいやね。どっちも好きやね。え、お腹まだ減ってるん、うん、減ってるやん。ご飯のところ見て、うん、でデザート見て、どっちにしようかなと思ってんけど、デザートに越してるやん。ということでですね、まあちょっと久しぶりに深夜ラーメン行って、このまま家でデザート食べて帰りたいと思います。早く溶けちゃうから早く行って。